サンミジャンのユソ修道院とスソ修道院はスペインの世界遺産の一つ、ラリオハ州のサンミジャンデラコゴージャにある。この世界遺産は登録名にあるように数百メートルを隔てた異なる時代の二つの建造物群に分かれている。スソは情報、ユソは下宝の意味で共に聖エミリアノスにちなむ修道院である。二つの建造物群のうち、 より古いのが、裾修道院である。これは、10世紀のレポブラション期の建築様式の、簡素さをしっかりと守っている。張り出したアーチに支えられていた3つの急流を持つ、教会は絶壁にもたれかかるように立っており、聖織や礼拝堂に面している。そして、その礼拝堂は11世紀に拡張されたもので、12世紀の作品である聖ミリアヌスの王がした。 死者像が保存されているサンミジャン祈当初と、六世紀の結挙民の古サ軍に面している。西郷東国時代には、小さな礼拝道群が岩をくり抜いて作られたが、そのうちの一つには、石化石膏を掘って作ったロマネスク様式の聖エミリアノスの墓がある。裾に入ると、回廊には、ララの11人の子供とその教師の石棺がある。また、 そこには埋葬する場所がなく三人のナバラ王国の女王の石棺もあり、13世紀にラリオ派で生まれた修道士にして、作家のゴンサロ・デ・ベルセオの墓もある。教会のそばには、ホラーナに葬られた修道士たちの共同墓地もある。現存最古のカスティーリャ語文書が書かれたのも、この修道院であった。977年に、 セアウグスティヌスの作品のラテン語で書かれた注釈で、あるグローサス・イミリア・ネンセスを筆写した、写辞制が、断外に数行のカスティーリャ語訳を書きつけたのである。この写本は後日のユソ修道院に保管されていたが、現在は、エルエスコリアル修道院に所蔵されている。下方のカルデナス渓谷に、ラリオ派のエルエスコリアルこと、ユソ修道院の堂々たる姿がある。 元々は1050年に建てられたルネサンス様式のものだったが、1367年にエドワード・クロ大使に荒らされ、その後再建された。現存するものは全面的に再建されており、16世紀から18世紀のルネサンス様式やゴシック様式のものである。最古の部分は1504年に建設が始まった、教会で、 三つの振動を持つ後期ゴシック様式のものだが完成したのは18世紀のものである。修道院の入り口は1661年に手掛けられたもので、レリーフには聖エミリアヌスが描かれている。これは伝説上シマンカスの戦いでムーア人殺しのヤコブと共に聖エミリアヌスが戦ったとされることにちなんでいる。玄関ホールは少し遅れて1689年に 作られたもので、ショーのサロンへと続いている。ショーのサロンは、修道院から祝福を受けた王たちの4枚の絵がある、ことからそう呼ばれる。主祭壇の祭壇画には、エルグレコの画派に属する、修道士、フアンデリッシュによる17世紀の8枚の絵が飾られており、講師枠も17世紀のものである。教会奥には、高い説教壇があり、きらびやかに飾られている。 かつて教会三次会室であった18世紀の聖具室には金色の木造が並び、天井にはフレスコ画があって目を引く。回廊は2階建てで、下階は非常に素晴らしい16世紀中央のゴシック、フランボワイアン様式で、教会へ通じる入り口はきらびやかである。上階はルネサンス様式である。小さな美術館にはルネサンス期からバロック期のフアンデリッシや無理リョの 宗教画があり、12世紀のクルミ材の美しい聖母像もある。美術館そばには造下を彫って作られた11世紀の聖遺物筆2つが収められた祈祷書がある。1067年から1080年に作られた聖エミリアヌスの筆には人物たちの表情が印象的なロマネスク様式の14枚の板がついている。1 9 0年に作られた聖フェリクスの筆には おごそかなビザンティン様式の5枚の板がついている。これらの筆はグランダによって1944年に復元されたものだが、造毛の板そのものは11世紀に修道院の造毛細工工房によって彫られた当時のままである。図書館には1800点の作品があり、最古のものは10世紀のものである。そして、グローサス・イミリア・ネンセスの複製もある。また、多くのコデックスや、 人気ナブラも所蔵されており、11世紀から16世紀までの文書類の驚くほどの蓄積がある。ユネスコの世界遺産センターは、以下の2つをこの物件の登録対象としている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。